グニラ・ユーハンス・ドッテル、または、グニラ・ビエルケは、スウェーデン王・ヨハン3世の二度目の王妃。王の重帝で、エステル・イエートランド知事を務めるユーハン・アクセルソン、ビエルケの娘として生まれ、10歳頃から王女、アンナの遊び相手として、宮廷で暮らした。マルガレータ・エリク・スドッテル、カタリナ・ステンボックラ王妃たちと、同様、ヨハン3世が、 娘ほど年の離れたグニラを後添えに迎えようとした時、すでにグニラは婚約者のいる身で、彼女は王の求婚を拒絶した。王はこの返答に怒って自分の手袋でグニラの顔を叩いたという。しかし彼女の家族は王に逆らうことなくこの結婚を承諾し、グニラの婚約を解消させ、1585年に彼女はヨハン三世と結婚した。 グニラは、ブロンドの髪を持つ非常に美しい女性だったと言われ、明らかに、ヨハン三世の性的思考からの再婚であった。王は、なぜ高貴な王女をめとらないのかという議会の質問に、答え、自分は美しい妻が欲しいのだが、婚約交渉で、相手が送ってくる、肖像画の中に美女がいないからだ、と言った。グニラは、老齢の王を操り、また甘やかされ、 権力と財力を持つ王妃へと変貌した。それまで前王妃カタジナヤギエロンカの影響からカトリックに同情的だった王は途端にプロテスタント支持に変わった。1589年、グニラは一人息子のエステル・イエートランド公ヨハンを産んだ。ヨハン三世が亡くなると、グニラは王宮に残り、自身と息子のため遺産相続をめぐって、暴富の弟カールと争った。 王位を継いだのは、ポーランド王の兼ねた義理の息子シギスムンドであったが、彼が、大冠式のため王妃アンナを連れて帰国すると、信仰の違いを理由に、グニラはこの義理の娘と見約になった。しかし、遺産相続が解決していないので居づらくとも、ストックホルムに留まった。グニラは、遺産の一部を相続すると、ブロボリ城に引退し、そこで4年を過ごして死んだ。 ありがとうございます。